皆さんどうもこんにちは。ゲームが発表されてからワクワクして発売を待っているのに未だに発売されていないゲームはありますか？私キャベツ、プレイステーション4と同時に発表されたディープダウンがまだ気になっております。未だに続編が来ないということはもう販売しないんでしょう。期待していたゲームが発売禁止、それはもう一生プレイすることができないということ。そんな悲しい事件が世界では頻繁に起こったりしています。理由は様々、政治、事件、ゲーム内の模写。今回ご紹介するのは問題が起きて発売禁止にされたゲーム。日常の中で問題は起こすなかれ。では行こう。マンハント、本作はロックスターゲームス制作の三人称視点のステルスアクションゲーム。このゲームの特徴は殺戮の部分のバリエーションにあり、ポリ袋で窒息死させる、ワイヤーで頭部を切り落とす、バットで頭部粉砕、ナタで頭部を切り落とすなどなど、強烈すぎる残虐模写によってイギリスなどでは販売禁止になってしまいます。もちろん日本では販売していませんが、一部の輸入ゲーム店では購入が可能。現在は続編であるマンハント2がリリースされていますが、やはり残虐模写が原因で審査結果がアダルトオンリーになってしまうため、殺害シーンにフィルターがかけられてはいますが、規制前のバージョンはネットに流出してしまっています。まだ本作をプレイしていたと発言している17歳の少年が、イギリスの中部で7月27日14歳の少年をハンマーで殴りつけ、ナイフで滅多刺しにするという事件が発生。事件を起こした少年が本作をプレイしていたということから、暴力的な内容のゲームが青少年に与える影響という話にまで発展し、イギリスで大きな話題を呼びました。過激なゲームをやったことで犯罪に発展するのは、そもそもその人間の自制心が欠如しているから、ゲームではあまり関係ないと思うんですけどね。まあやらないに越したことはないか。だから全世界のゲーマーはニンテンドックスしとけば平和になるはず。ポスタル2。1997年、世のゲーマーたちを震撼させるような作品が登場しました。銃火器を持った主人公が街を徘徊し、ひたすらに無差別殺人を起こっていく、規制なんてかかってこいやというスタイルのゲームが今作。今作ポスタル2、アメリカやニュージーランドでまず発売禁止になり、アクションゲームのゴア表現に多大な影響を与えた衝撃作で、残虐ゲーム大会が開催されれば、開会式の宣言をすると思われるほどに残虐と設定の卑劣さで、実際に起きた銃乱射事件の一因ではないかと騒がれたりした。知名度抜群の作品、街中で敵でもない一般人を殺害できるというゲーム性が当時では非常に良くないとされ、しかも戦場や世紀末的な世界観ではなく、平和な街中で非武装の NPC すら無差別に殺せるというのが強烈なインパクトになっています。また裁判では規制が必要な例になる作品として取り上げられており、その起因として猫を虐待したり、横入りした人を殺したり、死体に小便をかけたりなど、いろいろヤバそうなことがゲーム内で許されています。裁判では特に女性の首が取れるまでプレイヤーがスコップを打ちつけるというシーンが問題になりました。ある国では所持をしているだけで犯罪、日本では唯一有害図書指定を受けるほどのポテンシャルを持つ音作。まあ最近はもっと規制すべきゲームはあると思いますが、時代の移り変わりによる人々の意識の変化がゲーム界の表現の自由を幅広くしているということですかね。でも未だにおっぱいを見せてくれないソニーには怒りしかない。バトルフィールド3。本作は2011年12月2日にエレクトロニックアーツから発売されたバトルフィールドシリーズの FPS。 シリーズを通して存在するキャンペーンというモード、こちらはシングルプレイで進めるモードで、本作のキャンペーンはイランの過激派テロリスト PLR 制圧というストーリーで、実在する米軍とイラン兵の戦いを描かれるといった内容になっているのですが、イランで本作の発売が法律で禁止されたことがバングラディッシュの新聞のニュースサイトにて報じられています。まず本作の販売を担当する会社はなかったのですが、話によればイランの首都テヘランに拠点を置く IT 組合の一員が、この違法なゲームの販売は禁じますと IT 雑誌に警告したことが原因となっているようです。この発売禁止に対して5000人超ものイラン人が中止をやめてくれと活動しましたが、今も発売はされていません。政治的な話になれば仕方ないのでしょうか。国同士の軍事的なものに横槍を入れると殺されそうなイラン、結果的に発売は禁止されたもの、海賊版が流行りそうなので逆効果な気もするこの発売中止、実際どうなんだろうか。誰か知ってたら教えてください。 GTA シリーズ。
全世界で数億万本も売っているグランドセフトオートシリーズ、最近ではプレイステーション3、プレイステーション4から引き続いてプレイステーション5にも GTA が発売されるということでプチ炎上していた GTA シリーズ。本作のシリーズはリアルチックで大人向けな脚本や風刺が含まれるなど、他社が影響を受けるほどのゲームシステムや高い技術力で表現される映像美を持ち合わせてはいますが、一方でかなり暴力的な模写が多く、対象年齢はもちろん18歳以上のゲーム。そんな暴力模写が多い本作ですが、実際発売禁止になったのはアジア、タイのみ。この国では暴力的なゲームを全て禁止対象にするわけではありませんが、グランドセフトオートだけは例外。実は2008年に若者がバンコクのタクシー運転手を刺し殺すという痛ましい事件を起こし、警察が彼を逮捕した時、ゲームでは運転手を殺すのが簡単そうだったと証言しており、彼は GTA をプレイするためにネットカフェ代欲しさにやったと言ったため、これを受けて政府側は GTA の全てのシリーズを販売禁止にしました。証言の時にニンテンドックスをやりたかったんだと言ったら、タイでニンテンドックスの発売が禁止になったのだろうか。逮捕された男性はゲーマーあるある、現実とゲームの世界の区別がつかなくなるという現象に取りつかれたのだと思います。皆さんゲームのやりすぎは注意。本作はシングル FPS ゲーム。このゲームの時代設定は全て第二次世界大戦中。本作ではナチスが保有する超科学的兵器やモンスターなどの出現が多いことや、ナチスの表彰使用が例外を除いて法律で禁止されていることから、ドイツでは18歳未満への発売は禁止となっています。ドイツではナチスは連邦憲法裁判所により違憲政党に認定されており、ナチスの旗や制服、敬礼など象徴となるものを宣伝することを刑法86条にて禁止しているため、ナチス模写が多い本作はもちろん規制対象。もしこの法律に違反すると3年以下の懲役または罰金。ただし例外として、芸術や科学もしくは過去の出来事を表現することならば許可するとのこと。本作は発売禁止後、作中の表現を多少緩和させてからゲームの発売をすることができました。その一部として老いたアドルフ・ヒトラーはトレードマークのヒゲが削ぎ落とされ、ナチスのマークは別のマークになったりと、ヒトラーに関しては一見ただのおっさんにしか見えなくなってしまいました。もしこの本作の無修正版をドイツ国内に持ち込んで販売流通させると逮捕される可能性があるので、いないとは思いますが、ドイツに本作を持ち込むのはやめましょう。ということで、いかがだったでしょうか。発売禁止になる理由はそれなりの理由があります。ただやはり多いのは政治問題。いやはや早く世界が平和になればええのにと思いました。皆さん平和に生きて任天堂クソをやりましょう。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter や Instagram もやってるので登録お願いします。またサブチャンネルも登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。チャンネル登録をすると広告収入が入る。